です本日の3問の前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと1日となりましたあさっての21日になると値上げとなります理解学習を実践できれば達見試験は1回で合格できる資格です単に問題と解説を丸暗記するだけ テキストの内容を丸暗記するだけそういった勉強法ではなくて理解までしっかりしていきましょうこれが合格の秘訣ですそしてこの理解学習を実践できるのが個別指導ですもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであればぜひ個別指導をご検討ください個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます 建物所有者 A と借家人 B の間の借家契約において、期間の定めがない場合、A は B に対して正当な自由があるときに限り解約を申し入れることができる。○かスかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えは丸ですね。期間の定めのない建物賃貸借では、各当事者は、まあ、各当事者っていうのは、えー、貸主、借主ですね。 いつででも解約の申し入れをすすることができますただし貸主賃貸人ですね、まあ、家主、まあ、オーナーって言ってもいいですね賃貸人は正当な重があると認める場合でなければ解約の申し入れをすることができませんよって今回の問題は正当な重がある時に限って解約の申し入れをすることができるこれは丸になるということですこれは建物賃貸借のもう基本事項です期限の定めのない建物賃貸借のポイントは何でしょうか パッと思い浮かびますかまず今解説した内容ですね。賃貸人及び賃借人はいつでも解約の申し入れをすることができます。これ一つ目です。二つ目が、賃貸人からの解約の申し入れの場合っていうのは、解約の申し入れから6ヶ月経過後に契約は終了となります。ただし、この場合っていうのは、賃貸人は正当自由が必要なんですね。正当な自由がなければ、賃貸人からの解約の申し入れはできませんので。また、 えー、残り2つポイントがございます、まあ、この点については個別指導でお伝えしますまとめて学習できる部分はできるだけまとめて学習しましょうそうすることで頭が整理されますポイントが個別個別に頭に入っているとつながりが分からずまた忘れやすいんですね全体像をイメージできないし結果として使えない知識になってしまいますだから個別で覚えるじゃなくてまとめて頭に入れるとつなげて頭に入れるっていうのが非常に重要なんですね もし個別にこうやって入れていくと。また全体像がイメージできていない。そうなってくると、過去問とか予想模試の点数だけは40点取れるようになります。これはもう何回も勉強するから、その問題を解けるようになるんですよ。また予想模試も過去問をちょっと変えてるぐらいだから、取れるんですよ、点数は。でも、ちゃんと理解できていない、つながりが頭に入っていない、全体像がイメージできていない。これらが原因で、本試験では30点台前半で不合格ってなっちゃうんですね。 だから過去問の点数がいい、予想模試の点数がいいからといって真の実力がついているとは限らないんですよ。ほとんどの方が最終的には40点くらい取るようになってくるんですね。過去問と予想模試というのは。でも、それでもほとんどの方が落ちるんですよ。そうならないための対策として関連ポイントはまとめて学習するということが重要になります、まあ。それを個別指導は行っているということです。なのでもし関連付けをしながら勉強したい、効率的に勉強したいという方は、個別指導をぜひご検討ください。 そして個別事情の概要についてはこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認いただければと思います。で、問いにですね、宅建業者 A が B を代理して B の所有するマンション30個を不特定多数のものに反復継続して分譲する場合、B は免許を受ける必要はない。丸かツかという問題です。で、これ答えはツですね。B は売り主です。で、A が代理人ですね。 B さんが A さんに代理として販売を任せたんですね。任せたとしても B さんは免許を受ける必要があります。B はマンション、つまり建物ですよね。これを不特定多数のものに分譲、これ売却してるんですね。したがって、宅建の免許が必要だと。宅建業の免許が必要です。これ、今回の問題、結果として、売り主 B さんも代理人、A、宅建業者 A も免許が必要になるんですけども、 この問題は勘違いしている人が非常に多いんですね。で、その原因っていうのは、民法を理解してないからなんですよ。民法と今回の問題っていうのは、え実はつながってるんですね。今回、宅建業法の問題ですけども、民法もつながってるんですねで。こういった部分できちんと得点できるか、それとも失点してしまうのかで、やはり合否が決まってしまいます。なので、こういった合否の分かれ目となるような問題を絶対特定したいという方は、えぜひ個別指導、ご検討ください。 で、問いんですね。問いんに入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。 で問さん開発許可ですね。都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として事故の居住のように供する、住宅の建築のように供する目的で行う開発行為に対して、開発区域に設置しなければならない公園、緑地、または広場についての基準は適用されない、丸かツかという問題ですね。まあ、これ、あの問題文が非常に難しくなっているんですよ。 何々のように供する、何々のように供する。まあ、これがもう重複しているので、何を言っているのかわからないという方が意外と多いんですね。ただ、ちょっとここまで解説すると長くなりますので、ちょっと今回省略させていただきます。で個別指導の受講者についてはわからない場合、言っていただければ解説させていただきます。でえ答えは丸です。 でまず公園等の基準って何なのかっていう話なんですよね、まあ、ここにも書いてある通り公園、緑地、広場についての基準ってこう書いてありますよねでこれ何かっていうと開発区域内にこれぐらいの広さの公園作ってくださいねっていう基準なんですよでもちょっと考えてほしいんですけども市として自己居住用の住宅建築のための開発行為なんですよねつまりこれどういうことかというと自宅を建てるための開発行為なんですよ 自宅を建てるために土地を工事するって話なんですね。で自宅用の土地に公園作る人って、まあ、あまりいないですよね。自宅用なんで。だから、公園に関する基準っていうのはありませんよ。必要ないですよっていうことです。したがって、公園などの基準はこれ適用されないんですね。自己居住用住宅の開発行為の場合は、公園などの基準っていうのは適用されないということです。でイメージできればすごく頭に入れやすいですよね。 なんで、まあ、個別指導ではこのように理解しやすいように解説しております。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。あさっての21日になると値上げとなります。理解学習を実践できれば、卓球試験は1回で合格できる資格です。単に問題と解説を覚えるだけじゃなくて、またテキストの内容を覚えるだけではなくて、ちゃんと理解までしていきましょう。そうすれば1回で卓球試験は合格できます。 この理解学習を実践できるのが個別指導です。なんでもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。今からであれば、次の試験であなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。